さんこんにちは、三浦さみです。今日はなんと YouTuber のゼウンと一緒に撮ってます。イエーイ、本当に一緒にたまたま会えました。同じところに来てて会えました。謎めいた感じになってるけど少し皆さんに知っていただきたくて、またちょっとインタビュー風に話していきたいと思います。お願いします、じゃあ第1問クイズみたいな。いくつですか？私は19歳です。わー、19歳、若い若いです。若い。で、YouTube はいつからやってるんですか？YouTube は、そうですね、2021だから今年の1月に始めました。あ、で、今登録者何人ぐらいですか？今は、そうですね、25万人の登録者数が登録者が、はい、すごい。で、なんかさっき同じクリスチャンだってことを知ってすごい嬉しかったです。私も嬉しいです。いつからなんかクリスチャンになったんですか？私はもう親がすでにそのクリスチャンだったんで、生まれた時からもう教会に通ってるっていう、なんて言うんですか、クリスチャンホーム。はい、クリスチャンホームで育ってきました。おー。で、なんかそのクリスチャンホームっていう中で、すごいなんかクリスチャンのここっていいなとか、クリスチャンで良かったなって思えることってある？あ、そうですね、なんかクリスチャンで、あ、ここいいなって思うのは、まあ毎日思うんですけど、自分は一人じゃないっていうのが一番大きいなって思って、で、やっぱ人ってみんなすごい、何かお金をたくさん持ってても、友達が多くても、どんなにいい家族を持ってても、やっぱり一人になるとすごいぽっかり空いた感じがするじゃないですか。で、私も本当になんか真面目に自分の信仰とかに向き合う前は、すごい誰が見ても全員は不足してない、そういう生活をしてるけど、でも私も一人になったらすごいなんか悲しくなって、よく泣いたりしたんですよ。でもその理由は分からない。でもすごい涙が出るし、なんか悲しいな、なんか一人、誰も自分のことをなんか理解してくれないなみたいな、なんかそういう思いが心のなんか奥底にあったんですよ。で、時代にいろいろ神様のこともどんどん知って、で、そういうプロセスを経て、今は自分が一人でも大丈夫、なんか一人でどこに行っても、自分がアメリカ留学に行っても、日本のどこかに行っても、韓国に行っても、自分は一人じゃないんだなっていう、確信となんか励ましがいつも心の中にあるっていうのが、はい、私はとてもクリスチャンで良かったなって思える瞬間です。すごい、はい、あとなんか一個もう一つ気になったんだけど、なんかみんな YouTube 見て、みんなとかは登録者がいっぱいいたらとか、有名になれば絶対幸せになれるとか、それが自分の価値だと思っていること多いんだよね。で、その中でゼウンはどういう風に見出してきてますか？私は YouTube を始めて、誰か他の人が私をどうやって見るかという視点がすごく気にしてしまうことが、まあ、増えてるっていうのが、まあ、事実で、まあ、これは本当に YouTube とか、あとそういうオンライン上で発信したり活動したりすると、やっぱ必然的に起こることなのかなとは思うんですけど、私は神様が私をどう思うかを一番に考えようとしてます。で、ちょっとそうですね、よく忘れちゃうこともあるんですけど、神様が私をどう思うのかが一番重要だし、結局はそれしか残らないので、神様が私をどう思うのか、どう思ってるのか、どう見てくれてるのかっていうのを、意識することは本当に大事だなと思います。なので、そうするともっと心も楽になるし、他の人を意識しなくても、神様がこう思ってる、こう思ってくれてるんだったら、一緒に私と共におられるんだったら怖いことないよねみたいな、確かにポジティブなマインドに。絶対変わらないもんね、その部分は、そうだと思います。人は変わるけど神様は変わらないので。うわ、めっちゃ名言されて人は変わるけど神様は変わらないってはい、そこがすごい励みになってます、じゃあ最後に励ましとなる言葉、何かメッセージあったらお願いします。そうですね、友達がどんなに良くて、なんかあの人はとってもかっこよくて可愛くて、その人は不足してない生活をしてっていう人でも、そういう人でもみんな一人
だなとかすごい孤独を感じることってあるんですね。でみんな多分そういう孤独感を持ってて、多分そういうなんか感情を感じてる皆さんはなんかなんだろう、人そういう感情を持ってるからって言っておかしいことじゃないし、そうやって思うこともあって当たり前だし、私もそうやって思った時期があったので、そうです、詩編23編4節を1回読んでみて、でいつも主は共におられるっていう事実をみんなにもぜひ知ってほしいなって思います。なので一人じゃないよっていうことだけは知っといて知ってほしいな、知ってほしいなと思います。はい、みんなの隣にはいつも、イエス様が一緒にいるので、それだけ知ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん次の動画で会いましょう。あなたが本当に高価で尊い存在であることを忘れないでください。また彼女の、YouTube もぜひ登録してください。バイバーイ、イエーイ